はいどうも、とっちゃん保育士酒井です。今日はどこからが虐待になるのか、保育者が知っておくべきマルトリートメントというテーマで話をしていきたいなと思います。大人の不適切な関わりで子どもの脳は変形するから気をつけて、怖いですね。皆さんはマルトリートメントという言葉をご存知ですか？私はある園長から初めて教えていただいたんですけれども、これは大人の子どもに対する不適切な養育や関わりと訳されてまして、福井大学の子どもの心の発達研究センターとも明美教授が提唱されていらっしゃいます。不適切な関わりといえばですね、虐待を想像しがちなんですけれども、このマルトリートメントは子どもの心と体の健全な成長発達を阻む養育を全て含んだ故障でして、で大人側の意図の有無に関わらず、また子どもに目立った傷や精神疾患が見られなくても、行為そのものが不適切であればマルトリートメントと呼んでいます。代表的な3つをですね、ご紹介したいなと思います。まず体罰をはじめ直接的な子どもの身体への暴力が身体的マルトリートメントです。過度な体罰は感情や思考のコントロールを司る部分や集中力、意思決定、共感などと関係の深い部分の萎縮を引き起こします。これらはうつ病の一種である気分障害や不幸を繰り返す素行障害につながることが明らかになっています。差別や罵倒、脅し、存在の否定の言葉を、かけ続けるのが心理的マルトリートメントです。子どもの脳の側頭部にある聴覚野の一部が、肥大しまして、コミュニケーションがうまくできなくなることがています。また子供の前、あるいは子供の聞こえるところで行われる親同士の争いもマルトリートメントです。夫婦喧嘩、口論、両親間の DV など、親同士の争いを見ていると大脳後方の視覚野が萎縮し、他人の表情を読めず対人関係がうまくいかなくなるそうです。夫婦喧嘩ぐらいはと思うんですけれども、いい影響はないみたいですね。この他にもネグレクトや性的マルトリートメントっていうのがあります。ここまで聞いたらですね、ちょっと私自分の子育て本当大丈夫だったのかなと、親目線で普通に不安になっちゃったんですけれども、でも傷ついた脳は回復が可能で、癒すことができる傷だそうです。成長過程にある子どもの脳はとても柔軟で、大人の脳以上に回復力を持っていて、親がですね、子どもにたっぷり愛情を与えて関係を修復していけば、変形した脳も回復する可能性が十分にあると友田教授はお話しされています。私たち保育者もですね、日々の行動や言動は気をつけていきたいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。おしまい。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいね、よろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。